次の質問です。無人島に持っていけるとしたらこの1枚は何という、ね、これはね難しいよね。これ無人島に CD、まあ、今はもう CD というのはあるんだけど、うん、まあ、アルバム単位とか、まあ、それは人それぞれのあれでいいかな、結局一番好きな曲は何？そうね、じゃあ田中さんからいいですか、はい、から、はい、僕はですね、意外と思われるんですけど、レニー・クラヴィッツっていうアメリカのですね、あの黒人のボーカリスト、まあ、ライタリスト、ボーカリスト、シンガーソングライターですね、いるんですけど、それのグレイテスト・ヒッツ、それの中にあるアゲインっていう曲があるんですけど、僕めちゃくちゃ好きです、それもし持っていけるんだったらこの1枚ってずっと昔から俺実は持ってるんですよ。そうなんだ。そうなんです、それ意外だと思われる。ああ。これじゃあ、純くん、僕らはもうアルトランドクライオジェニックの新作だもんね。そうですね、当然そう、当たり前ですよ、当たり前よ、当たり前ですよそれもうそうでしょ当然最高にいい曲で仕上がっておりますので、まあね、レニー・クラヴィッツとはちょっと比べちゃいけないけど、というのは嘘で僕は実はアルトランドクライジェニックっていうバンドの最新作がすごく好きで、それやっぱ持ってきたいと思ってるんです。最高の作品で、あれを超えるのはちょっと今地球上にないかな。じゃあでも本当にそれぐらい本当にね、うん、いいものに仕上がってはいるよね、うんはいうん、すごくいいので、うん、ぜひ期待してください。はい、はいはい、では次の質問すげえ最初に音楽をやり始めたきっかけは何ですか？はい、宇田川さんはですね、音楽をやり始めた、ドラムでいいですか、これ。音楽を聴き始めた、やり始めた、まあ、音楽に入った一番最初のきっかけっていうところで言うとピアノです、僕実は。お、最初にピアノを習い始めたのがきっかけですね。兄弟二人とも実はピアノやってて、子供の時ってお兄ちゃんお姉ちゃんがやってるのってなんか憧れあるじゃないですか。僕もピアノやりたいって言ってピアノやったのが最初なんです。で、ドラム自体は小学校6年生の時に音楽室に置いてあったドラムを触ったのがもう一番最初に来たです。ギターとか、あ、他はなかったの？ピアノとのドラムだったね。ギターは確かに中学卒業して卒業祝いでギター買ってもらって、なんか長続きになってたドラムではドラムを持っちゃった、ね、その最初に音楽室でドラムをやり始めたのは、何からやり始めたの？フレーズとかっていうか、ね、まあ、なんでそう、いや、そう、なんで触ったのか、もういきなり、これね、本当にね、偶然なんだけど、なんか休み時間に、何もやることなくて、暇だなとか、ブラブラしてたいじめられて、違う、人がぼっちだった、違う、あの頃ね、あの頃の話か、全然そんなことない、まあ、その時間に暇で、ブラブラしてた時に、友達が音楽室行くの見えたので、その子も別に音楽とかそういう感じの子じゃなくて、女の子が好きだった、男の子男の子が好きなの？違う彼が音楽室にも珍しいなと思って、何しに行ってんだろうと思ってついてったら、音楽室にドラムが置いてあって、うん、ティーミーティングという形で講師の先生が来て、その講師の先生がドラムをやってたで、音楽室に持ってきてくれて自分のセットを、でそこで最初に触ったのがきっかけ。その先生いなかったの？いなかったら俺ドラムやってないよね。ああ、そうなんだ。そう、その先生がサックスプレイヤーだったら、サックスプレイヤーかもしれない。ここにはいない。ないね。へえ、面白いね。そう、それがあって、初めてさ。なるほどね。僕が最初に音楽をやり始めたきっかけは、ギターが最初で、中学校2年生の時に同じバスケ部だった森くん家に放課後遊びに行った時に森くんがやり始めてギターを、で僕森くんとそんなに仲良かったわけじゃないんだけどなんでかその時期森くんと遊んでて、でギターやられてて見てたら、あ、かっこいいなって思ってすごい興味が、でも欲しかったけど、まあ、中学生だったから、お金もないし、どうしようかなと思って、空箱のティッシュで自作で作って、いくつ？僕、中学生ですげえ。なんとかそれっぽいものが欲しいっていう欲求を満たすために、自分で自作をしてみて、自作ギター作って、そう、弦何本か貼って、ちょっと音階的なものをやってみたりとか、そこから始まりなんだよ。本当ですね、それが音楽の始まり。
音楽の始まり結局その何だかんだでそのいじらしさを見て姉がそのすごく感化されたのか分かんないんだけど、当時付き合ってた彼氏からギターを譲り受けて、おー、ちゃんパワーだ、アリアプロ2のレスポールをいただいたのよ。あ、すげえ。で、そこから始まるめちゃはーそう、本当に知らなかったね。これが最初だった。だから僕の本当最初に触った楽器は自作のギターティッシュ箱ギターそう、そうラップのシーンとあなるほどね、輪ゴムで三味線を持って固定してペッションペロペロそうでもなんかすごいな。そこからベースはどう？ベースを始めたきっかけは当時僕の大親友だった吉田君が幼稚園の時からの幼馴染の吉田君が同時期にギターを始めてて、おで、まあ、森君よりかそっちの方が仲良かったからじゃあバンドやろうよってなって、でその吉田君のお兄ちゃんがギターをやってたんですよ。吉田君のお兄ちゃんは実は僕のお姉ちゃんと同級生だったんで、4つ上ですごくギターが上手かった、でそれを見てたらじゃあ俺が練習するよりも吉田君が練習した方がきっと上手くなるだろうと思って、じゃあ俺ベースやるよっていうのでベースになったのがきっかけ。なるほど。まあ、そっから、まあ、当時そのベースっていう存在はしてた。知ってた知ってた、それはもう、で結構そこなんか自分ギターやりたいとかそういうなんかせめげろな、まあ、全くなかった。アリアプロ2があるアリアプロ2あるけど、うん、でもギターのちまちましてるのよりベースの方がいいな。あと興味はそっちに若干あった。そう、弦4本のゴリゴリの方が好きは好きだった。あ、6本多いよね。そう、6本多いなーって思って。だそれきっかけでベースをやり始めた。最初。そうなんだ、うん。初めて買ったベースなんですか？初めて買ったベースはアイバニーズの SDGR っていうシリーズの万能な。うんうん、アクティブピックアップのピッカリしたやつ、まあ、それ以来アクティブベースばっかりで、アクティブベースとかここに説明書きがあるんですよね。まあアクティブベース分かんない人は調べてください、くぐってください。マッチュンかな。あ、僕は一応ピアノを弟と一緒に習ってやってたんですけど、まあ、真面目で言うこと聞かないやつだったんで全然行ってなかったですね。で、ピアノ最初は一緒なんだね。ピアノはそうです。なんか、習い事、稽古事じゃないけれど、うんうん、なんか親御さんがそもそもピアノ習いたかったけど習わせてもらえなかったから息子にはなくてやったいって言ってやらせてくれてたらしいんだけれど、そんな気持ちはあげて、知れずもうサッカー少年だったらサッカーやって全然やってなかった、で、それからもうピアノ全然やんないでサッカー少年になって、高校上がって、まあちょっとあまりまっとうに生きてなかったんで、ぐれてたんで悪い先輩、高校で悪い先輩方と悪いところでタムロしてたらそこはもう音楽のやってるバンドマンたちの巣窟だったんで、そこでお前暇だったら音楽やんねえのって言われて、いや俺できないけれどって言って、そしたらベースは待ってるんだけどやんないって言われて、お、ベースベースだったんで、で僕中学の時に気がめなんかおじさんからアコギを借りたことがあって、でちょっとギターに憧れてはいたんですよ。ただその時にもう挫折してたからベースならいいよって言ってベース始めたのがやっぱバンド。へえ、そうだったんだ。そうなんです。始まり逆なんですね。逆ですけど。逆だね。なんかベースでベース4本だし楽だしと思ってかっけえしと思って低音すごい好きなんでもう。ずっと気持ちよくベースで弾いてました。で、ベースやってたんだけど、その悪い先輩方のところで下っ端としてずっとベースやってたんだけど、そうしたらなんか別のところとかでギターやってくんないっていう話とか、友達に貸してもらってちょっとずつやってったら、アコギより全然簡単やってなってアコギ何やったんってなって、うまいやつがいたんだけれど、そいつよりは俺弾けんなってなったら、であとなんかベースよりギターの方が似合ってるよってみんなに言われたら、ああじゃあそれでもいいかと思ってギター楽だしって言って。なるほどね、面白いね。それいくつぐらい？それ高校2年ぐらいかな。1年ぐらいで本当にフルみたいな感じだし、その頃の写真がここに出るかもしれない。ちょっとね、見せられない、見せられないよ、見せられないよ。個人的に気に見たいけど、その話とね、ここ全部鍵入ってるね。ここはここピアス禁止だよ。
来た。釘なら。お前指どうしたんですか。いや何それ。お前指どうしたんですか。釘で見えねえか。ファンキーすぎる一休さんだよ。何それ。確かにね。パンチがすごい。ファンキーすごいねそれ。すごいな。その時に、ね、刺さってた釘がね、こっちら先をね、あるか分かんないけど先をね、刺さって削ってからこっちらね面白い、逆だったらちょっと意外だったな、俺初めて2人の話聞いたからちょっと面白いな、それ俺も2人の話初めて逆に、田村さん全然ギター弾きますもんね、うん、スタジオとかでも、ね、まあ弾けるわここは交代、俺のベース未だに弾いてはいるんで、ね石田君はあのアシットマンが弾けるアシットマンのギターの石頭だけなんです結構難しい石頭だけなんですよくさ一般的にはさ、はいはい、ギターで最初に挫折するコードって F っていうじゃん、はい、アシットマンって F は多様なんだよアシットマンを最初にギターでコピーしたから F は最初に弾けたのねああじゃあバレエは弾けんのそうそうそうあでもギター弾けますもんねいや、ほとんど弾けないよそうですね、石頭だけ弾ける石頭と、あとアルトラのアタッカーだけこの構造を弾き替えてきてディ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 そこだけできる僕らどっちがドラムいくかなジャン負けかジャン負けか、僕これ指とかんだ